ケルチのパンティカパイオンの廃墟パンティカパイオンから出土したコイン。王冠の中のマケドニアのシンボル、ベルギナの星、パンという文字がそれぞれ描かれている。パンティカパイオン、またはパンティカパエウムはタウリカにあった重要な古代ギリシアの都市及び港である。ケルチ海峡の西側にあるミトリダテス山の丘の上にある。紀元前7世紀後期から紀元前6世紀初期にかけてミレトス人が建設した。パンティーカパイオンは紀元前5世紀から紀元前4世紀にかけてボスポロス王国のアルカイアナクス朝、スパルトコス朝の首都となって町自体がボスポロスと呼ばれることもあった。紀元前4世紀紀元前3世紀に経済が衰退し、その結果、サルマタイ人によるステップ地帯の征服、古代エジプトの穀物との競争の激化を招いた。スパルトコス朝最後の王パイリサデス5世の時、パンティカパイオンは、ポントス王ミトリダテス6世に譲られた。この譲渡は、スキュティアミノルのパラカス王と戦う、ギリシア人都市を応援するためタウリカに派遣された、ポントス王国の将軍ディオファントスが取りまとめたものだった。引き継ぎは難航した。パイリサデス5世はサウマコス率いるスキタイ人に殺された。ディオファントスは辛くも逃げ、増援を連れて戻ってきて、反乱を鎮圧した。半世紀後、ミトリダテス6世が自殺したのも、ここパンティーカパイオンだった。王は、共和制ローマとの第3次ミトリダテス戦争に敗れた後、息子のファルナケス王子とパンティーカパイオン市民との裏切りにあったのだった。紀元前63年、パンティーカパイオンの一部が地震により崩壊した。ゴート族、フン族の襲撃はさらにこの町を衰退させた。そして、6世紀初期にパンティーカパイオンはユスティヌス1世の東ローマ帝国に併合されてしまった。ケルチ王式建設から最初の1世紀、ギリシアからの輸入品が町には溢れていた。瓦家、テラコッタ、金属製品などで、おそらく、ロドス島、コリントス、サモス島、アテナイの工房で作られたものであろう。同時に、それらを真似て、地元でも製品が作られた。アテナイはこの都市のために、ケルチ様式として知られる、特別な形の鉢を生産した。一方、地元の陶芸家たちは、レリーフとともに、グナチア様式として知られる、ヘレニズムの鉢の模造品を作った。さらにパンティカパイオンは、紀元前6世紀から銀貨を、紀元前1世紀からは、金貨、銅貨を鋳造した。パンティカパイオンでは、今でも発掘が進んでいる。出土品は、エルミタージュ美術館やケルチ美術館にある。ありがとうございます。